はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコース ID の方をいただきました。テクニック超激ムズ。最初にハテナブロックを叩いてからしないとできません。69分の0やってまいりましょう。なんかいろんなギミックを使ったコースらしいですよ。コイン20枚以上取ってからゴール。はい。あー、なるほど。ゴール条件的にこれ叩いとかないといけないってことか。ここは、最終的にあれにスピンして乗んなきゃいけないってこと？めちゃめちゃむずいやんけ。これバカむずいコース来たんじゃないか、これ。はーい、で、トーン。あーい、あい、あい、あい、ってことか？ん？踏んでいけるのか。はい。はい、で、ん？ん？なんだそのヨッシーとパウは。ここ何？はい、で、一回これ乗らん？こういうこと？どういうこと？でもガボンの鉄球はもうここでなんかお役御免っぽいんだよね。だからこんなことか。なんか違うな。どこに行けばいいんだ自分は。ここのな、正しい行き方が分からんけど、なんかこんな感じで自分は右に逃げるってことかな。ちょっとさ、一回右に飛んでみないか、思い切って。なんかならんかな、これで、右に飛んでみたら。あ、しかも、ヨッシーがなんか生き残ってるぞ。まあでも、やってること絶対違うよな、こんなの。謎いな、なんか。でも、なんか、まあでも、ゴール条件がな、結局は大事やからね。はい。あ、なんか足場がある。よし。はい、で。で、なんかパウがいる的なノリを感じるんだよね。なんかやりようによってなんかうまいことできないかな、なんか。なんかあるぞ、パウが。はい。あ、先進めるわ、これで。あ、一回吐いといて、で、なんかさ、こんな感じでどうですか？何？なんかドクドク。はい？コインがあれやな、衝撃的に足りてないな、そう考えたら。こん中にもっとないか、もっと。もっとないか、もっと。足りてないね。衝撃的に足りてないよな、これだと。でもなんかゴールは見えたね、ちょっとね。だからあれやな、あの辺のブロックも、だから P スイッチを鳴らして、どうなったらコインで取れたんだろうか。なんかないか、なんかないか、なんもないね。こんな感じで、あ、なんか、あっとんちゃうか、あっとんちゃうかっていう感じはするけどね。多分ここまではこれが完璧な動きっぽいよね。ちょっと待って、ここどういうこと？なんか超人的な動きが求められてるような気がする。なんかみたいなこと？なんかそんな感じだよね。これどうすんのやろ最終。なんかでもめっちゃ惜しかった感じはしたけどね。あ、今いけてたじゃん。うわ、いけた！来たぞ。来たけどさ、これどうなってる？これ絶対ミスりたくないな、もう。ちょっと待って、左向いとこう、テレサが来るから。しゃあ、ここ当たらんかな。いや、もうミスりたくないな。めちゃめちゃむずい、クソむずいよこのコース。はい、時間がね、たっぷりあるから。しゃあ、
っしゃー、ラス1。マジでミスりたくない。もうこれ飛び越していったらいいよね、とりあえずね。取れんかった。いやでも何度でもやり直せる。うわー取れない。よし、余計なことすんな、余計なことすんな。しゃあ、あー久々にちょっとこれはえぐい難易度だったな。めちゃめちゃ難しかったわ。2時間ぐらいかかったなこれ。なんか短いんだよ、コースはすげえ短いんだけど、一個一個のギミックが大変だったわ。いけた、やったー。というわけでコースアイデアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからお待ちしております。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで挑戦数がえぐいことになったな。300回ぐらいやったってことかな。よっしゃー、スピンが多めの40秒スピードランやってまいりましょう。さあやってまいりましょうか。40秒スピードラン、スピン多め、一応今のところクリア者が出てないという、はい、そういうお話でございました。何ですかこれは。はいはい、オッケー、届いた。クルンとかせん方が良かった。あー多分これドッスンと追いかけっこだ。クルンせずにこういって、多分ドッスンと追いかけっこだよね。むずそ。ワンツー、三段ジャンプでこう、んんんん、なにこれ、え、こう、ん、合ってる、合ってんのかな。あ、ちょっと待って、まあまあワンチャンまだいける、まだいける。ドッスン関係ないんだ、最初だけなんだドッスンいるのは。ちょっと待ってよ、いやー全然間に合って、全然間に合ってないね。あーでもここまでがコースの全体ではあるってことか。あでも4秒縮めたらいけるんならいけそうじゃない。はいどうもー、なんだこれは。君はどう攻略する、切り抜けろガリガリコースやってまいりましょう。100分の0、難しいんだね。さあファンタメロンさんのコースですね。あんのかなファンタメロン、あるか。はい、あ時間が制限あるんだ。てかこれあれか、ゴール条件的に考えると、これキノコは罠だね。ゴール条件的に考えるとね、キノコない方が動きやすいし、別にでかくなったからって食らっていいっていう保険になるわけでもないからね。はいはいはい、三段ジャンプってことですか。そうですか。うわー三段決めろはえぐいな。ちょっと待って、これは精一杯ジャンプしてよかったな。えぐすぎやって。うわいけたー、めっちゃむずいよねー。いや中間があるなら行くんだよ、 EX 行きたいところなんだよという気持ちもあるけど、一回右飛び越えてお花を取りに行ったら、ん、時間足りんくなるよな。まあ行くか、まあ行くやろ。あ？一回クリアしちゃおうかなっていう気もちょっとあるけどな。まあまあまあせっかくだからな、 EX。 まあまあまあ、あっ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。これ何、どういうことこれ。えぐいなこれ、えぐいな、最後のこれえぐないか。オッケー、やったやった、ういしょー、めちゃめちゃ難しかった。うーっしょ、いけた。